おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。一足お先に今週最後のお弁当ね、人参を細切り、そしてテロップを入れているからまた無駄話なんだけどもさ、今日がね、母の四十九日なんだけどね、母がさ亡くなってから私の夢には一回も出てこなかったのね。なんだけどね、不思議だよね。今日の夢っちゅうのかな、昨日夜寝てからの夢っちゅうのかな、初めて母が出てきて、内容までは詳しく覚えてないのよね。でパッてその時目が覚めて、わ、初めて私の夢に出てきてくれたって、なんかね嬉しかったね。生前はさ、私は母と折り合いが悪くて、なんだかね、絶縁状態のままこんな感じになっちゃったんだけど、初めてね私の夢に出てきてくれて、なんかすごく嬉しかったのよね。でさ、四十九日まではこちらの世界にまだ残ってるっていうじゃない。で四十九日でなんだっけ、仏の世界に帰るって言うからさね、なんだろう、私も不思議な気持ちでさ、四十九日のこの日の夢に初めて出てきたって、でトトに言ったらね、やっぱりさって、最後の別れをやっぱ言いに来やったじゃがって言ってたんだけど、そんなことがあるのかな、ちょっとわかんないけどね。そう、今日はね、そう四十九日で母が亡くなって、初めて私の夢に出てきて、あ、そうかそうか、最後の別れを言いに来てくれたんだなって、あんなにね折り合いが悪くてすごく嫌いだったけど、やっぱりね、いろいろ考えるとさ、やっぱ親なんだよねってすごく思うよね。今になってからこんなこと話したって遅いんだけどね。まあね、今日はね、なんだか不思議な夢を見て、内容までは覚えてないけどさ、なんかこう心がスーンとする感じの朝でしたでね、テロップ入れてるからってほとんど喋ってなくて、もうね、今日はそう、これをね焼いただけ。ウインナーは茹でて、卵もゆで卵にしたからさ、でこれはね片面1分半ずつ焼いたら裏返すと。でいつもはさ、なんちゃってネギマの時には爪楊枝にぶっ刺して作るんだけども、今日はね、もう刺すのもやめたまあほら、めんどくさかったっていうのもあるし、ちょっと丼風にしたかったからさ、刺さずに作った。で合わせ調味料、まあ、焼き鳥のタレといえばタレね、これをさしっかり絡めるよ。でさ、鶏肉ももちろん美味しいんだけど、この一緒に焼いたネギがさ、とろーんとして最高よね。ほんでね、コメントにあったんだけどさ、83歳のお母さんと一緒に見てるって、嬉しいね、ありがとうございますだ。でね、ね、お母さん83歳、私の母もさ83歳だったから、なんかね勝手ながら親近感を覚えてしまったでね、だんだん春になってきてるけどさ、寒い日があったりもするからね、体に気をつけていっぱいいっぱい元気でいてほしいなと思ったなんかね、もうほらね、自分の
親と同じ年とかさ聞いたらさ、ね、なんかいろいろ親近感が湧いちゃうよね。で今日はほらそういう不思議な体験というか、まあ、夢なんだけどね、そういうのもあったからなおさらこうなんかあやっぱりどんなにこうね折り合いが悪くてってなっても親は親子は子なんだなってね思ったんだよねでほとんどお弁当の話をしないまま出来上がって、で材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。